トリビア第45話話大儲けした話の雑学ご案内は大橋敏夫ですノーベル賞のノーベルの父親は兵器を販売して大儲けしていたノーベル賞を設立したアルフレッド・ノーベル彼はまたダイナマイトの発明者としても知られます。 彼自身は工事現場での活用などを考えて発明したのですが彼の父がクリミア戦争での兵器として大量生産したことで大儲けしてしまいますそのこととダイナマイトの強い危険性からいつの間にかノーベルは死の商人と呼ばれるようになってしまったのですそのことを深く反省したノーベルは自らの名前を冠したノーベル賞の設立を思いつきます平和を歌う賞の裏には 彼の父親の悪行が関わっていたのでした。アメリカの ATM で、10ドルを引き出すと、100ドル札が出てきて儲けた人がいた。2018年、テキサス州ヒューストンに設置されていたバンクオブアメリカの ATM で、ある事件が起こりました。とある利用者がここで、10ドル札を引き出そうとしたのですが、出てきたのはなんと100ドル札、 90ドルも得をしてしまったのです銀行側が10ドル札と100ドル札を間違えて機械に入れてしまったことによる痛恨のミスこのことを SNS で拡散したところ多くの人がこの ATM に集まってお金を引き出すという大騒ぎに発展してしまいましたさすがにすぐに ATM は封鎖されたのですが銀行側は余分に受け取った人に対してお金の請求はしないと発表してトラブルは収束 もらった側にとって非常にラッキーな話のエンディングとなりました三十億円稼いだ九歳のユーチューバーがいるアメリカの九歳の少年ライアン・カジ君彼は世界で最も稼ぐユーチューバーとしてその名が知られていますその額はなんと年間三十億円内容はというとライアン君が遊んでいたり ちょっとした実験をやったりというありがちのものなのですが、無邪気に楽しんでいる様子が好評を得て大ヒットとなりました。現在でも所有するすべてのチャンネルを合わせた登録者数が4000万人を超える人気コンテンツとなっており、彼の勢いは止まりそうにありません。ニューヨークのホットドッグ売りには、年収1000万稼ぐ人も少なくない。 街中の屋台で食べ物を売っている風景はたまに見かけますが彼らが儲かっていると思う人はまずいないのではないでしょうかところがニューヨークで同じように屋台でホットドッグを販売している人の多くは年収1,000万円を稼いでいるんですアメリカでホットドッグは国民食と言えるほどの食べ物でしかも特に街中では片手で持って簡単に食べられるということで買う人も多く安定した収益になるそうですただ、 これだけ稼ぐには、ニューヨークなどで人通りが多いところに屋台を置く必要がありますが、出店料はやはりそれなりにかかってしまいます。でも、場所の面をクリアすれば、学歴や資格も関係なくそれだけ稼げるのですから、夢がある話だと思いませんか北海道の小さな村が、自治体別平均収入ランキングでトップ10に入っている。 全国の自治体別平均収入ランキングというものが毎年発表されるのですがそのトップ10に東京の港区や渋谷区兵庫県芦屋市などの高級住宅地の中に紛れて北海道の村がほぼ毎年入っていますその村は北海道のほぼ真北に位置するサルフツ村人口3000人ほどの村ですがホタテの水揚げ量が日本一でその恩恵によりかなり稼いでいるとのこと 聞けば年収1000万を超える人も多く、村の中にその儲けにより建てられた豪華な家が立ち並んでいます。この話を聞いて移住して稼ぎたいと思われるかもしれませんが、現在は乱獲を防ぐために村の人以外に漁をさせてくれないそうです。フランスの哲学者ボルテールは宝くじを買い占めて大儲けした。 18世紀フランスの哲学者ボルテール彼はある日友人の数学者と宝くじの当選確率を計算してみましたそうするとすべての宝くじを買うと10億円相当を儲かるという主催者側の実に初歩的なミスが判明したのです彼はすぐさま友人たちからお金をかき集めてすべての宝くじを買い占めようとしましたしかしそれを知ったフランス政府はすぐさま賞金の支払いを中止し詐欺罪で訴えることに ところが実際に詐欺を行ったわけではないので結果は無罪ボルテールは10億円玉では行きませんでしたがかなりの儲けを手にしたということです日本の今の宝くじの当選金の還元率はおよそ47%です決して買い占めなどなさいませんようにシェル石油は 石油を売る前に貝殻を販売して大儲けしたことから「シェル」と付けたオランダに本社を置くシェル石油貝殻のマークで知られていますがなぜ石油を販売しているのに貝殻をロゴに使っているのでしょうかこれは創始者であるマーカス・サミュエルが来日した際に横浜の海岸で見つけた貝殻に感動しこれを使った細工物の製造販売に手を出し成功。 その資産をもとに石油事業に参入し次第に成長し現在のような大企業になったということでその初心を忘れないようにの気持ちを込めて使っているんです江戸時代わざとおねしょをしてお金を稼ぐ詐欺師の女性がいた江戸時代小弁組という女詐欺師がいたそうですどのような詐欺師かというとある家に奉公に出た女性が わざとおねしょをして怒られて家を追い出されるように仕向け契約金を受け取ったまま逃げるという手段でお金を儲けるというものです追い出した側も勝手な理由で追い出したということで契約金を返せということは言えなかったそうで女性側も捕まることなく次から次へと同じような詐欺を働いていたとのことたとえ どれだけ恥ずかしいことをしても、お金を手にしようとする女性のたくましさを垣間見るエピソードですね。ハート型のレモンを発売して大儲けした島がある。瀬戸内海に浮かぶ広島県の育地島。ここは日本一のレモンの産地として知られています。しかし、日本で消費されるレモンのほとんどは外国産のもので、 国産のレモンがあることはあまり知られていませんでしたそこで島のレモンをアピールするためにあるものを生産し始めましたそれはハート型のレモンですこれは成熟していない実を型に入れて育てたもので一部のカフェやホテルなどで話題となって利用されているそうです、まあ、まだ市場にはあまり出回っていないので知らない人も多いかもしれませんがこれから注目しておいた方がいいかもしれません 鬼平繁華町の主人公にもらった長谷川平蔵は投資家として大儲けしていた小説鬼平繁華町の主人公として知られる長谷川平蔵彼が投資家としての一面を持っていたことはあまり知られていません彼は幕府からお金を借り受けて銭相場に手を出します銭を買い上げて相場が高騰したところで全て売り払い大儲けしたそうです ただ、その利益は自分のためでなく自ら運営していた人足寄せ場の資金として使っていたとのこと私利私欲を考えていないことが彼の投資家としての成功の一因だったのかもしれません戦国武将斎藤道さんは油を売って人儲けしていた美濃の戦国武将斎藤道さん 彼は最初から武士として活躍していたわけではありませんでした。もともと寺で修行していたそうであった道さんは、後に寺から離れ、商人の娘と結婚して油売りに手を出しました。そこでの商売の上手さから、ミノでは話題の人物となっていたそうです。そして彼は武士の家にも油を売りに通うことになりました。その縁から彼は武士を志すようになり、 身の死後の家臣の後を継いだことをきっかけにとんとん拍子で出世していき戦国武将にまで上り詰めたのでしたマジックテープ式の財布を考案した人は財布でなく別のことで大金持ちになったあまり女性から評判が良くないマジックテープ式の財布お金を出す時のバリバリという音が苦手という人も多いかもしれません。しかしか 1977年に発売された当時はこの財布は大ヒットしましたもともとはサーファー用に開発されたものでそれが中高生の間で人気となり多くの人が利用することとなりましたそれだけ大ヒットしたのなら開発した会社は大儲けしたのではないかと思われるかもしれませんがなんと特許を一切取っておらず 最初は儲けたものの次第に類似品が多く販売されることとなり結果あまりお金が入ってこなくなったそうですちなみにこの財布を発明したのは後に著書「金持ち倒産貧乏倒産」がベストセラーとなったロバート・です。アメリカ前大統領で不動産王のトランプは「4度破産している。 全アメリカ大統領ドナルド・トランプ彼は政治家としてだけではなく経営者としての一面も有名ですが実は過去4度破産した経験があります1980年代後半にアメリカでは不動産市場がダメージを受け彼は多大なる負債を抱えることになりますそして1990年代初頭最初の破産を迎えました その後もカジノや不動産などで失敗し計4度も破産を経験するのですがどうやら景気だけが理由ではなく知識がない妻に経営を任せるなど彼の人間的な問題も原因だったようある種自業自得であったわけですとはいえその後しっかり会社を復活させて不動産王として名前を馳せているあたり彼の経営手腕はやはりそれなりのものがあると認めざるを得ません 指を噛んだ赤ちゃんの映像を YouTube に上げておよそ8000万円以上を儲けた人がいる2007年 YouTube にある映像がアップされましたそれは赤ちゃんの弟に指を噛まれて幼いお兄ちゃんが痛い痛いと声を上げていると言ってもまあ、見ていて癒されてしまうような可愛らしいものです視聴者からも好評を得て全世界で8億回も見られるほどの人気となりました その映像が2021年、デジタル資産としておよそ8300万円で落札されたというニュースが流れました。今後は YouTube からは削除され、落札者だけが自由に映像を使えるようになるそうです。おそらく軽い気持ちでアップした動画が、まさか奥に近い儲けを得るものになろうとは思いもしなかったでしょうね。1万円で買った仏像を。 2億円で売った人がいる2017年アメリカである女性が地元のガレージセールで中国の菩薩像を1万円ほどで購入しました腕など一部が欠けていたため大した価値はなさそうと思われたのですが後にテレビの鑑定番組で見てもらったところこれが15世紀初頭の価値ある菩薩像と分かりましたそれで自信を持ったのか女性はこの像をオークションへ出品 するとなんとおよそ2億円で落札されたのです。まさかこんなボロい像がおよそ2万倍の価値になるとは夢にも思わなかったことでしょう。ボロ儲けとはまさにこのことです。もしかすると、近所で行われているフリーマーケットなどにも数億円の価値のあるものが眠っているかもしれませんよ。オランダのチューリップバブルの最高額は、9コン1コ 16億円1世紀の末頃、オスマン帝国からヨーロッパに伝わったチューリップは富裕層に大人気となり球根にどんどん高値がつくようになりました当時の相場の詳細データは残っていないのですが最高価格としては現代に換算すると1つ1億円のものまであったそうですしかしこちらも原因が不明なのですが 1637年2月2日に突如買い手がいなくなり相場は一気に暴落しましたこれは世界最古のバブル崩壊とも言われ経済学においてもたびたび引き合いに出されています5万円オーバーになったファミコンソフトがあるかつて一世を風靡したファミリーコンピュータその後もさまざまな高性能ゲームハードが生産されていますが 今も根強いいファンがいるようです。そのファミコンソフトの大半は販売時は定価でも1万円未満小学生がお年玉で買える価格でしたしかし価格が数倍になったものもの存在します。そのようなプレミアソフトは何作かありますが代表的なものは5万円以上の値をつけているサマーカーカニバル92劣化末期のシューティングゲームなのですがハードのスペック限界に挑んだ作品で 内容も愛好家に高く評価されています。レトロゲームは一定の需要があるのに対し、決して再生産されないという特徴があります。皆さんの家の押し入れにも、プレミア化したゲームが眠っているかもしれません。2009年の1ビットコインは0.07円程度。 近年のビットコインの値動きはそれを所有している人でなくとも興味深いものがありますさてそれが生まれた当初の価格はどうだったのでしょうビットコインの誕生日は2009年の1月その頃はまだ価値が認められていなかったため完全にゼロ円でしたそして2009年10月にニューリバティースタンダードというサイトで1ビットコインが0.07円というレートが初めて提示されました この値段はマイニングつまり取引を承認する作業にかかる電気代に基づくものでしたやがて決済に使われる取引所が作られるなどの動きを経て現在は数百万円まで価値が上がっています先見の命があった人は一気に資産を数百万倍にしていることとなります投資で資産一億円まで達したお笑い芸人がいる コントトリオ新聞の井村俊也と聞いてあまりピンとくる人はいないかもしれませんキングオブコントで準決勝進出の経験はあるものの現在はもう芸能界を引退していますそんな彼が再び脚光を浴びた理由は投資100万円の元とでを1億円にまで増やしたためですもともと下積み時代の収入として株に注目していた井村さんは経験自体はありましたが本格化したのは2010年頃に 結婚を意識しだしてから投資にも役立つとして中小企業診断士の資格を取るなど猛勉強に励みます一時は大きな損失を出すものの現在は大きな資産を持ちユーチューバーマネジメント会社を経営していますカリフォルニアで散歩中に金貨を発見した人がいる道を歩いていて500円玉を拾う まあそのままポケットに入れてしまうのはいけませんが少し得した気分になるかもしれませんそれがもし昔の金貨だったらそんなおとぎ話のようなことが現実に起こっています2014年自宅の庭を愛犬と共に散歩していた夫婦が錆びた缶が地面に埋まっているのを発見その中から1800年代の金貨およそ1400枚を発見しましたその価値は時価でおよそ10億円と 一気に億万長者となったわけです。同じような目論みの人が押し寄せるのを防ぐため、詳細は公表されていませんが、金貨は Amazon で販売されたそうです。2020年に空売りで大儲けした人がいる。2020年はコロナウイルスの世界的な流行で世界が大きく変容した年でした。 しかしそんな世の中においてもたくましく大儲けした人はいるようですアメリカの株式市場に資金が多く流入しバブル的な値上がりを見せたのもそうですがそれは海外市場に限った話ではなく日本でも見られました株価が高い時期に借り受けた株を売却して安くなってから買い戻して返却するいわゆる空売りも値下がり傾向のある市場の時には有効な手段です中には 1>, 1億5000万円ほどこれを行い4000万円もの利益を得た人もあとはいえ株などは全てが必ず儲かるものではありません特に信用取引にあたる空売りなどは注意してください日本永代蔵には金平塔で大儲けした話がある伊原西閣の日本永代蔵には 商売などで成功して富を得た町人が描かれていますその中には食に関するものも多く洋館や饅頭といった庶民に愛されたお菓子も登場しています他にも長崎の商人が南蛮都来の根平塔を試行錯誤の上自力で完成させ大儲けしたという話も見られます庶民のものから南蛮都来の最新のものまで多くの官民についてカバーしている才覚は スイーツ男子だったのかもしれません。ワクチンで大儲けはほぼデマ。コロナウイルスのワクチンの話題が多い中ですが、我々は生まれた時から数多くのワクチンを接種してきました。少なくとも日本では国民全体が受けるワクチンというものも存在する。以上、その利益は相当なものではと想像する方もいるかもしれませんが。 実はそんなことはありません。日本の医療用医薬品市場はおよそ六兆円の規模とされますが。ワクチンに限ると、その一パーセント程度です。それを一社あたりで考えてみると、売上の主力とはとても言い難いものとわかるでしょう。世界規模では二千二十年の薬の領域別売上で、一位は抗がん剤のおよそ十七兆円。ワクチンは十六位の二兆五千億円ほど。 しかし2021年にはワクチンは8兆円規模が見込まれておりコロナワクチンの開発に成功した企業はそれなりにがっぽりなはずですカジノで大当たりしたが本業では予選落ちしたゴルファーがいる豪快なスイングや独特のファッションで人気も高かったゴルファージョン・デイリーメジャー優勝の経験もありますが ゴルフ以外の面での伝説もあります。それは2002年のこと。ラスベガスで行われたツアー、インベンシスクラシック。安定性を欠くデイリーは残念ながら、予選落ちとなりました。しかし、本番はそれから。彼はカジノでスロットマシンに供じ、40万ドルも儲けたそうです。しかも、やめ時を見失わなければ200万ドルも買っていたとか、本業の失敗を取り戻したというところでしょうか。 ナイキは不調時も、タイガー・ウッズを支持し続け、復活時の利益を得た。タイガー・ウッズといえば、日本でも名前が知れ渡る名ゴルファーです。また、2008年の全米オープン制覇からは不調が続き、不倫スキャンダルなどでも話題となってしまいました。しかし、2019年に見事復活。マスターズ優勝を成し遂げたのもよく知られる話です。 ここで大きな利益を得たのはスポンサー企業。低迷期には多くの会社が彼の元から離れていきましたが、ナイキは継続および新たな契約を提示して支えてきました。先の大会の最終ラウンドでの追い上げで、スポンサーの宣伝効果はおよそ26億円とも言われます。暗くを共にした仲間とも言えるような企業が報われたのは、ウッズにとっても喜ばしいことだったのではないでしょうか。 ブラックジャックでボロ儲けして出禁になった MIT の学生がいるまギャンブルは時の運とも言えるでしょうが科学的に検証したらどうなるのでしょうか実は観察眼や確率論を駆使して大儲けしたエリート集団がいますマサチューセッツ工科大学のギャンブラーチームです彼らが用いたのはブラックジャックで次に配られるカードが ある数より高いか低いかなどを予測するもので、ここぞという時に大きく買って儲ける手段を取りました。また、役割分担やテーブルに他のメンバーを座らせるなどの手段で見破られることへの対策も抜かりがありませんでした。なとはいえ、結局はカジノにばれて出禁になるのですが、それまで5年もかかったそうで、利益はおよそ5億円。そのチームは、 この儲けをもとでに投資会社を設立したそうですこの事件は映画にもなっていますタイトルはラスベガスをぶっ潰せ興味のある方はご覧になってください孫がサッカー代表に入ったことで1800万円を得たおじいちゃんがいる孫が可愛くて仕方ないおじいちゃん微笑ましいよくある話ですが これで大儲けしたとなると何事かと思ってしまいますイングランドのボンマスなどに所属したウェールズの選手ハリー・ウィルソンの祖父がその人ですハリーが3歳の頃、彼は孫がウェールズ代表でプレーするということに50ポンドをかけましたそしてブックメーカーはそのオッズを2500倍に設定しましたそして時は流れ、孫が16歳になった2003年 ウェールズ対ベルギー戦の後半それが実現したのです返ってきたお金はおよそ1800万円ぜひワールドカップ出場など次のステップにもベッドしてほしいところですレスターシティ優勝でブックメーカー3社は大損害2016年岡崎慎二が所属していた時のレスターシティ 創設132年目にしてのプレミアリーグ初優勝はまさにミラクルでしたブックメーカーでは5,001倍というとてつもない倍率でこれはネッシーが確認されるなどのふざけたものと同等のものでしたしかしこれは実現してしまい大儲けした人が存在するのですが当然ギャンブルなので同元は大損です大手の3社はおよそ10億円という損害を被ったといいます 近年はここまでのオッズがつくことはなくリーグ優勝も想定内のチームに偏っていますが強気で大穴にかけてみるのも面白いかもしれません。ショーーン・コネリーは、カジノで 2, 万円ほど買ったことがある。のジェームズ・ボンド役で知られる名優ショーン・コネリー彼には役者以外にもすごいエピソードがあります。彼はデビュー前から、 父親と共に賭博場に通っていたというギャンブラーで俳優になった後もそれをやめることはなかったようです1963年イタリアのアルプスのカジノで彼はルーレットに興じていましたベッドした数字は17 2回外れますが3回目で見事に的中しかしそれで終わらず4回目5回目と当たり分をそのまま17にかけなんと3連続で的中させ 2000万円以上を手にしたとされますちなみにこのエピソードとは無関係ですがルーレットのかけ方にジェームズ・ボンド法というのがあります小説のセブンに出てくる攻略法ですが、まあ、実際に勝てるかは保証できませんヤフーの株価は20年で200倍以上株の中には長期間保有することで莫大な利益が出るものもあります 例えばヤフー上場の際にもニュースになりましたが、1997年11月4日の終値は2.44円ですが、20年後には545円とおよそ223倍となっています。もし当時に投資していたらと考えたら、何とも言えない気分になります。しかし、このような銘柄は一つに限ったことではありません。ユニクロのファーストリテイリングや アメブロのサイバーエージェントなども上場時から50倍以上の値上がりとなっていますこれから来そうな企業に投資してみると数年後には数千万円を手にしているかもしれません5000万円以上カジノで買ったカップルの末路が割とひどいお金は人を狂わすと言いますがその中でもかわいそうなカップルの話です 場所は東のラスベガスことニュージャージー州アトランティックシティのカジノバカラに興じる彼の方はあまり腕前が良くなかったようですが彼女の方が一緒に駆け出すと流れが変わり最終的におよそ5460万円も手に入れたそうです利益を切磅したのですが問題はその後彼の方は別の女性と遊び回るようになり最終的には破局となってしまいましたまた 彼女のメンバーズカードを使っていたため、税金の問題が発生したのですが、その面でも話し合いはうまくいかず、弁護士を雇うことになりました。大金を得ることイコール幸せではないと痛感する出来事です。木の国や文在門の節分が豪華すぎる江戸時代の豪商木の国や文在門といえば、みかんで大儲けしたエピソードが有名ですが、 他にも豪快なものが伝わっています。節分の時には、マスに小粒の金を入れて巻いたそうです。他にも、なじみの遊女にお礼として、金で門を入れたカニを大量に送るなど、まさにお大臣としか言いようのないものがあります。現代人の豪遊とは、手間もお金のかけ方も一枚上手といったところでしょうか。エジソンは、 違法コピーで大儲けした発明王エジソンといえば知らない人はいないでしょうしかし彼の倫理観については立派とは言えないようです公開前の映画を勝手にコピーしてアメリカ中の映画館に売りつけて大儲けする空を飛べるようになる薬なるものを無理やり友人に飲ませ病院送りにするといったとんでもエピソードも伝わります天才の考えは 凡人には理解しがたいのがよくわかります聞くトリビア第45話大儲けした話の雑学ご案内は大橋敏夫でした